紹介いただきました、今年より監督に就任いたしました木村です、よろしくお願いいたします。ここにいる、選手も新加入ですが、私も、新加入です。チームの現在の様子状況を少しだけ、お話ししたいと思います。チームの方は2週間前より練習を開始しております。私は、個人的にはこの1週間前からチームに合流しまして、一緒に、練習をしているところです。選手の、みんなは、お互いに、先ほど、今西社長の方からありました競争という共に作るという言葉がありましたけれども、我々現場の、選手スタッフは共に競うと、共に競い争うという競争ですね。もうとにかく今は一歩でも前に行くために自分の体を鍛え、チーム力を上げることに専念しております。昨日は、今シーズン初めてのトレーニングマッチということでヴィッセル神戸と練習試合をしました。結果の方は残念ながら1対2ということで、敗れてしまいましたが、これから、ここにいる新加入の選手、既存の選手ともに、競い争う中で、チームを、一つにまとめて、今シーズンの目標である J2 6位以内を、何としても実現したいというふうに思っております。共に作るという最終的にはそういった、ところにおいては、選手スタッフだけじゃなくってここにいる皆さんをはじめ岐阜のサポーターの力は不可欠だというふうに感じています。我々も一生懸命に頑張ります。ぜひ、我々の、サポートを、してください。で、共に、今シーズンいい結果を残したいというふうに思っております。今シーズン1年よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。徳島から来ました三田光です。ポジションはディフェンスです。岐阜に来て、J リーグ6周目となりました。このチームのため、この岐阜県のために、自分が今まで培ってきた経験、そして力を全て出し切って、このチームに貢献できるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。コンサドーレ札幌より正規開業してきました、リーアンジェです。ポジションはミッドフィルダーをしています。今現在まだちょっと怪我が癒えてなく、治療を続けているんですけど、一日でも早く、復帰し、今まで自分が培ってきた経験とこの熱い気持ちをチームに、伝えていけれるように、努力していきますので応援よろしくお願いします。続きましてエフライン凛太郎選手です。皆さんこんにちは。柏レイソルから来ましたエフライン凛太郎です。ポジションはフォワードです。今年頑張ります。よろしくお願いします。続きまして野田明宏選手です。皆さんこんにちは。早稲田大学から加入しました野田明宏です。ポジションはディフェンスです。今年は1年目なんですけども、試合に出てピッチに立ってチームに貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。続きましてラファエル選手です。皆さんこんにちは。シクエアナプライコーから来ましたラファエルです。ポジションはディフェンスです。僕はまだ若いし経験もないんですが、レギュラーになりたいので頑張りたいと思います。これから応援よろしくお願いします。続きまして佐藤瑠衣選手です。はじめましてこんにちは。駒澤大学から加入しました佐藤瑠衣です。ポジションはボランチです。
自分の地元のクラブである FC 岐阜でプレーすることができて非常に嬉しく思っています。自分は高校まで岐阜県でプレーしていました。そういった意味で今岐阜県でサッカーをしている子どもたちに、岐阜でサッカーをしていてもプロになれるんだという夢や希望を与えられるような存在になりたいと思います。数少ない県内出身者として、勝利に貢献できるよう頑張るので、ファンやサポーターの皆様、応援よろしくお願いします。